皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰拓哉です。1ヶ月チャレンジ28日目になります。今日はですね、マット上でお尻を上げるヒップアップのエクササイズを行いました。そして今日もですね、マット上で行えるエクササイズ、ゆりかごのワークをやっていこうと思います。昨日とはまた違った背骨の使い方なんですけれども、しっかりとですね、ファンクショナルに機能的に背骨を使っていく大事なエッセンスになりますし、腰痛予防としても非常に昔から使われているワークの一つでもありますので、ぜひ皆さんもチャレンジをしてみてください。それではですね、まず仰向けになっていきましょう。そしてお膝を立てていただき、足のすねの上あたりをですね、持つようにしていただいたら、少し反動をつけながら、頭側、お尻側に少しずつゴロンゴロンと動かしてみてください。この時に大事なのは、背中をしっかりと丸めて、機能的にこうやって筒がこう転がるような、こうやって転がっていくようなイメージをしっかりと持っていただくために、背中をしっかりとですね、丸めてください。ここでドンドンっていう風にならないように、柔らかく背中を丸めてください。こんな感じでやっていこうと思います。今日はですね、時間を決めて皆さん1分間あっち行ったりこっち行ったりをしてみようと思います。スピードは速くなくても結構ですので、機能的に背中を丸めてドーンドーンっていろんなところにぶつかるのではなくて、スムーズにあっち行ったりこっち行ったりできるように1分間やってみましょう。では皆さん、仰向けからお膝を立てて、まずは膝をつかむような感じ。それでは1分間いきましょう。どうぞ。しっかりと背中が丸まっている状態。体を柔らかく。はい、結構です。今のが簡単にできたよという方は、ここからもう一つだけチャレンジをしてみようと思います。今度は今のこの動きを繰り返していきながら、徐々に徐々に回ってみてください。そして反対側まで来たら、こっち側に元いたポジションに戻っていくように動いてみましょう。ではやってみましょうか。動きながら徐々に体のポジションを回していき、反対側まで来たら戻っていきましょう。皆さんいかがだったでしょうか。うまく回れましたでしょうか。最初の普通にね、ゆりかごをやるだけのワークでも全然効果はあるんですけれども、さらに余裕がある方はですね、少しずつ軸をずらしていきながら、回る角度、倒していく角度っていうのを変えていくとですね、よりご自身の運動パフォーマンス向上にもつながっていくかなと思います。そして何よりも遊び心を入れていきながらエクササイズをしていくっていうのは、運動を続けていくためにはすごく重要な要素になりますので、今日のワークだけでなく、こういう風な動き方もあるな、そんなのももしあればですね、ご自身で少しアレンジを加えていきながらですね、ぜひ運動を楽しんでいっていただければと思います。
明日はですね、立ち上がって立位でやっていくようなワークをね、準備しております。片足立ちでバランスを取りながらですね、体幹を鍛えていくようなワークになりますので、ぜひ明日の動画も楽しみにしていてください。あと2日間です。皆さん頑張っていきましょう。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またね。